胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ、歯を食いしばって前を向け。君が足を止めてうずくまっても時間の流れは止まってくれない。共に寄り添って悲しんではくれない。釜の少年、井の頭少年、黄色少年、もっともっと成長しろ。そして今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ。俺は信じる。君たちを信じる。最後まで耐えようと思ってたのに、まさかのブンブンハロー YouTube の前に泣き出すという。もうね、こんなにいい映画あるってくらい最高っすよ、本当に。ちなみに僕はあのね、泣きすぎて泣きすぎてってなってね、うんち漏れました。ちょっとこらえてたんですけど、みたいになっちゃって、もううんち漏れました。でも泣きすぎてそんくらい感動したのと、もうね、まクライマックス、もうラストがっていうぐらい、マジっていう、誰も信じられないようなラストを迎えるんですよ。もうそこがもうなんか、思い出すだけで思い出し泣きできるかも。フラフラするでしょ。俺を思い出すとさ、あとね、僕一回なんか途中でビビりすぎてね、うーってな映画館でね、うーってね、びっくりするところとか、そういうサプライズがあったりとかね。いや、僕がほんといろんな映画見てきた中で最高の映画でした。